本日のゲストはアイコノさんです。どうも、はい、よろしくお願いします。アイコノです。三振が100個の質問をしていくので、はい、名前はあやこのです。本名は番匠あやねです。名前の由来はコノテーションっていう哲学用語があって、それが素敵だなって思って、最初あやねのコノテーションっていう長いカタカナの名前にしてたのを省略してあやこのになりました。生年月日は2004年7月8日生まれです。年齢は16です。今年は17の年です。出身地は大阪です。血液型は AB 型です。今学校には通ってますか？オンラインで通ってます。身長は何センチですか？158センチです。足のサイズは24です。チャームポイントは帽子です。趣味はストレッチです。好きな食べ物はお寿司です。あと鉄板ベイビーのお好み焼きです。苦手な食べ物はパイナップルです。長所はマイペース。短所はマイペース。好きな漫画はないです。好きなアニメはクレヨンしんちゃん。あとおじゃる丸。好きな映画はハリーポッターです。好きな本はハリーポッターです。好きなテレビ番組、私が出演しているムジカピッコリーナという番組、音楽番組が好きです。僕も大好きです。ありがとうございます。好きな飲み物は、お酒飲めないんでね、まだね。はい、飲めないですね。お水ですかね、うん。好きな果物、全部好き。パイナップル以外全部好きです。じゃあ好きなスイーツは、割と和菓子が好きです。好きなお寿司のネタは、決められないけど、今は赤身のマグロです。今の気分、はい。好きなおでんの具は、大根。好きな動物は犬。チワワ飼ってます。ヒカルちゃんです。好きな洋服のブランドとかあったりする？あんまりブランドで買わないんですけど、ネットでおしゃれウォーカーっていうブランドがあって、そこは好きです。好きな季節は春。得意な教科、うわどれやろう。点数とかで言うとないんですけど、私文字を書くのが好きなので、国語とかは文字をノートに書いたりするのが楽しくて好きです。噂によるとすごい得意だったんですよね。勉強ですか？はい、はい、苦手な教科は社会はあんまり好きじゃなかったですね。今までつけられたことのあるあだ名他にありますか？番長とか。おお、あ、苗字が、はい、番長が本名なんで番長って呼ばれてました。1年前と比べて一番変わったことは？東京に住んだこと。ストレス発散方法は？筋トレとかストレッチとか。一日の中で一番好きな時間帯は？意識あるかなないかなみたいな、もう眠りに入る瞬間が気持ちいいです。好きなおにぎりの具は？明太子。地球最後の日何をする？家族に会いに行きます。今まで行ったところで好きな場所は？わかりません。10年後何をしていたい？もっと自分の人生を発表したいです。美容面で気をつけていることは？食べたいものを我慢しない。幸せを感じる瞬間はどんな時？私が嬉しいことをファンの方もこう喜んでくれたりしてるとすごく嬉しいです。好きな色は？赤、黒、青。今まで会った人の中で一番緊張した人は誰？明らかにあきらさんです。好きな大阪弁は？なんでやねん。モーニングルーティーン？おはようって一人で言います。ナイトルーティーン？おやすみって一人で言って寝ます。あとストレッチします、絶対。自分を漢字一文字で例えるなら？字っていう字ですかね。あの自分とか自由とかの字。口癖は何ですか？やっぱりとか多く言っちゃいますね。カラオケで歌う曲は？行ったことないです。海外に移住するなら行ってみたいとかありますか？すごいアフリカとかのところ行ってみたい。でも移住するならとはあんまり関係ないかもしれないですけど、行ってみたいです。自分最強と感じる瞬間はありますか？あったらどんな時ですか？怒ってる時、見てろって。あなたにとってかっこいいとは一言で？多くの人に寄り添える人はかっこいいなと思います。本日のゲストはアイコノさんでした。ありがとうございました。死ぬまでにしてみたいこと、恋愛したことないのでしてみたいです。